今回はプランクを腹筋に3倍効かせる方法として紹介していきます。今回のプランクは通常のプランクとは違ってプランクキャットバックというやり方になります。腹筋はどうしても起き上がるときに首が痛い、お腹が弱くて起き上がれない、だけどお腹をへこませたい、そういった方におすすめなプランク方法になります。たったの20秒です。動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、通常のプランクをお腹にしっかり効かせる裏技を紹介していきます。プランクっていろいろなものがあるんですけども、フォーム一つ、やり方一つによって少ない時間でしっかりお腹をへこませることができます。お腹をへこませる腹筋のポイントとしては、息を止めない、長く息を吐いて腹横筋を使う、これがプランク中のポイントになります。これに加えてプランクはお尻が上がらないようにお尻を締めた状態でキープです。それがなかなかできないんだ、いまいちお尻を締める、腰を丸める感覚がわかんない、そういった方は今回のプランクキャットバックがおすすめです。動画を見ながらたった20秒、物足りないよって方のために3回やりますんで、しっかり身につけてお腹の奥の方を効かせる意識でやってください。それでは紹介します。はい、キャットバックというと四つん這いの状態で腰を丸めて緩めてっていうことを繰り返す動きになります。これをプランク中に行うことで、お腹に力がかかったままで腹筋を使います。腰を丸める感じです。普通の腹筋というと力を入れて抜いて繰り返しますよね。ですがプランクはお腹に力が入ったままでさらに力をクッ、クッと入れますので、腹筋よりも効果的にお腹の奥を使うことができます。これに加えて肘の位置を通常肩の下ですが、それよりも前に出すことでさらに腹筋に効かすことができます。肘の位置はレベルに任せます。辛い方は肩の下、効かせたい方は肘を前に出して行ってください。これを20秒間いきましょう。しっかり腰をグッグッとお尻を締めてください。息は長く吐いてください。それではいきます。スタート。こういう感じでおへそを自分の顔に向ける感じです。息長く吐きながらです。2回か3回ぐらい息吐きながら OK。 あー、結構きついですね。これはあと2回です。頑張ってみましょう。それではいきます。スタート。しっかりね、グッグッと腹筋の力がね弱ってくるとあんまりできなくなると思いますが、あーきつい、あー喋る余裕がない、ふぅうっげっげだー、うわーきっちー。あともう1セット。もう腹筋弱るとね、こうお尻締める感覚がねできなくなりますね。あともう1回頑張りましょう。それではいきます。スタート。こういう感じでグッ、息を止めないでしっかりお尻締めて、あとちょっと、グワーきつい、うおー、ダーあーあーあー、お疲れ様でした。いや、最後の方はね、こういう腰を丸める意識がねだいぶできなくなってくると思います。それはしっかり腹筋に効いてる証拠です。うまくできなくなってくるっていうことは筋肉が弱ってきているということなんで、しっかり使えてる証拠です。いまいち腰振る感覚わかんなかったよって方はですね、四つん這いの状態で初めにやったキャットバック、あんな感じで腰を丸める意識をまずやってみてください。これができてくるとプランクがすごく腹筋に効きやすくなりますんで、息をしっかり長く吐くことによってさらに腹横筋に効かすことができて、お腹が出にくくなってきますんで、お腹出やすいよ、気になるよって方は動画を見ながら何度もやってください。頑張ってやったよって方はグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。